ラロー。ラロー、ナロ、もしくは、KSLVI、コリアスペースローンチビヒクル I は、ロシアのクルニチェフ国家研究生産宇宙センターと、大韓民国の韓国航空宇宙研究院が、共同開発した人工衛星打ち毛ロケット。ラローは390人体制の専門人材により、開発されたロケットで、韓国側だけの人数かどうかは不明。 ロシア国内で製造されるアンガラロケットの第1弾を基盤としており、車上となるラロウ宇宙センターもロシアの技術援助のもとに設立された。第2弾固体燃料ロケット、キックモーターの設計及び製造は韓国によって行われており、大韓航空が組み立てを、ハンファが火薬を、韓国ファイバーが機体と特殊素材の開発を担当し、 二段目は2008年4月に3機同時に製造された。ロシア製の第一段は高性能だが、機体構成が固体ロケットブースターや補助ロケットがない二段式ロケットな、上に韓国製の第二段が、水力、非水力ともに低性能で、システムとして全体最適化されていない、継ぎはぎロケットなために、レオ投入能力が1 0 0ラムしかなく、同規模のロケットと比べて、 極めて低性能出るラローと同程度の140トン前後の創出量の日本のミューファイブロケットのレオ投入能力は 1850kg、H1 ロケットは 2200kg である。ラローの開発は2002年8月にカリガ KSLVI 計画の開発計画を確定し宇宙センターの起工式を行ったことにより始まり2004年10月に クルニチェフ社と契約を結んだことにより本格化した KSLVI 計画の事業費は2002年の開発開始から2009年の1号機の発射までの間で総額約8、200億ウォンとなっておりこのうち約5、025、0 0 00 0ンがラローの開発費で約3、200億ウォンがラロー宇宙センターの建設費である2 0 0年5月10日 KSLVI の名称をダローとすることが発表された。名称は工募の中から選定され、ダロー宇宙センターと同じく車上周辺の地名に由来する。2009年8月と2010年6月に1号機と2号機の打ち上げに失敗し、2013年1月30日に3号機の打ち上げに成功した。ロシアとの契約満了により3号機の打ち上げ成功をもって、 運用を終了した後継機は KSLVE で2021年に飛行予定である。韓国政府により初めて発表された宇宙ロケット開発計画は1996年に発表された国家宇宙開発中長期計画であり、2010年までに宇宙ロケットと低機動衛星を開発し、2015年までに宇宙産業を 世界10位に育成するというものであった。1998年当時のりでは、この計画に基づいて、KSR-2 等の固体燃料ロケットを開発していたが、同年8月の北朝鮮によるミサイル発射実験を受けて、同年9月に近代中政権は2005年までに長距離中ロケットを開発するようりに命じ、その第一歩として100億ウォンの予算をつけた。 これを受けて狩りは固体燃料ロケットから液体燃料ロケットの開発に軸足を移し2000年に2005年までに 100kg 級の地球低軌道衛星を打ち上げ可能な KSLVI2010 年までに1トン級低軌道衛星を打ち上げ可能な KSLVE2015 年までに1.5トン級の低軌道衛星を打ち上げ可能な KSLVEE を開発するという宇宙開発中長期基本計画の変更案を発表し、この計画による KSLVI 開発計画は1997年から開発を開始していた液体燃料観測ロケット KSR-3 をクラスター化して第一弾に採用するというものであったが、その後圧送式サイクルを採用した。 KSR-3 エンジンの重量型と能力不足が明らかになった。このため2001年5月に KSLVI の開発計画として、第1弾用に新たにターボポンプ式の液体燃料エンジンを開発し、第2弾目に KSR-3 のエンジンを第3弾目に固体エンジンを採用するとした。 韓国型定期動衛星発射体の開発のための調査分析研究を発表した。カリはこれらの独自開発計画と同時に外国から技術導入を行うことも目論んでおり、2001年3月に韓国政府がミサイル技術管理レジーム MTCR に加盟し、外国から民生目的のロケット技術の導入が可能になると外国からの技術導入をもとにした。 ロケット開発計画に軸足を移し始めた。韓国は技術協力を求めるため各国に打診し始めていたが、アメリカは韓国が軍事転用することを懸念し、技術提供に難色を示した後に、韓国にとっては高額な金額を提示し、フランスも韓国にとっては高額な金額を提示し、制御装置の技術移転を持ちかけられた日本は韓国への技術供与に、 消極的で中国とインドはミサイル技術管理レジーム MTCR に参加していない名 MTCR に参加している韓国と技術パートナーになることは不可能であったそのため韓国航空宇宙研究員は技術移転に協力してくれそうなロシアとウクライナの内米仏の3分の1程度の価格示したロシアを協力相手として選定し2001年5月にロシアと 技術協力に向けた覚書を交わし、交渉を開始した。技術協力先がロシアに定められたことにより、カリは2002年8月に、KSLVI 計画の開発計画を確定し、宇宙センターの寄港式を行った。これが、KSLVI の開発計画のスタートである。しかし、ロシアとの交渉は、費用などをめぐって難航し、ようやく2003年9月に、 ロシア側は、クルニチェフ社を韓国との協力企業に選定した。2004年3月には、彼は、当初の2005年打ち上げの予定を2007年までに、延期することを政権に報告した。そして2004年10月に2億1、0ドル、当初は2億ドルと報道、ラロー、3号機打ち上げまでも参照で、クルニチェフ社とロケットシステム協力契約を結んだ。他に、 第一弾推進システム設計、製造に NPO エネルゴマシュ、地上総合施設設計に輸送機器、製造設計局などのロシア企業が参加している。クルニチェフ社と契約を交わした後、2006年9月に宇宙の平和利用に関する宇宙技術協力協定を発行し、さらにロシアから韓国、ロシア宇宙技術保護協定、TSA の締結を求められたため、 2006年10月に協定を締結2007年6月28日にロシアでの手続きが終わり2007年7月17日付で発行されたこの協定により韓国は第一弾エンジン以外の様々な革新技術液体燃料の貯蔵のための詳細設計技術発射台の製造と運用技術に関する技術習得機会を得るという条件で 1> 第1弾エンジンの技術移転を放棄し、完成品を輸入する契約内容の変更に同意した。契約では、ラローの1弾目の完成品を2回分ロシアが製造し、韓国側に引き渡し、打ち上げが失敗した場合は、追加打ち上げの決定は、反ロ共同失敗調査委員会でなされ、妥当と判断された場合のみ、ロシアがさらに1回分無償で1弾目の完成品を、 韓国側に引き渡すことになっている。しかし、失敗の解釈について、両国間で解釈が分かれており、ロシア側は、自らの担当班以外が原因での打ち上げ失敗については、失敗と解釈していないため、2号機の打ち上げが、失敗するに至って、1段目の無償提供による3回目の打ち上げの可否について明することになった、3号機、打ち上げまで参照。なお、 契約により、ナローの一段目の運用と、それに伴う関連装備などはすべて、ロシアから持ち込まれている。また、常駐している、ロシア人技術者160人のうち2割が、保安要員として一段目周辺を警備し、韓国人技術者を近づけないようにしており、一段目の写真撮影や中を覗こうとする、韓国人技術者と、たびたび摩擦を起こしている。また、 韓国は一段目に一切関与できないため、一部のソフトウェアの修理に参加できず、一段目の送信データもロシアにより暗号化され内容がわからないようになっている。さらに、韓国は失敗時の一段目の調査ができないことになっており、また二段目も含む残骸の回収もロシア側の同意を得なければならないなど、韓国側に制約の多いものとなっている。そのため、 韓国国内では契約締結当初から不平等との主張がなされており、二度目の失敗に至ってからは独自開発をすべきだとの意見も出た。また、この契約までの交渉の間に、ロシアから第一弾の技術移転が不可能なことが見込まれたため、彼は苦労して、ウクライナから30トン級の液体燃料エンジンの設計図を入手し、2003年から2009年までに、 燃焼試験設備の不備等の関係で飛行が可能な段階には至らないながらも30トン級のエンジンを開発した。このエンジンをもとにラローの後継の KSLVE に使用する予定の75トン級のエンジンの開発が開始されている。韓国発の宇宙ロケットラロー1号機の打ち上げについては何度か延期された末に2009年7月を予定していた。 しかしその後ロシア側の都合により8月以降となり、8月11日の発射予定も延期、8月19日には残り7分56秒までカウントダウンされたが、トラブルにより中止された。最終的に打ち上げ延期は合計で7回にも及んだ。こうした経緯を経つつも、8月25日韓国時間17時、1号機は南方の東、シナ海に打ち上げられた。 沖縄近海の上空を通過し、高度3 0 0キロメートル以上まで上昇したが、搭載した衛星、ストサットマイナス -2A の大円軌道への投入ができず、打ち上げは失敗した。翌日の韓国教育科学技術省の発表によれば、ロケットは片方のフェアリングが外れなかったと考えられており、その結果衛星は軌道速度に達せず、墜落。 大気圏突入時に消失したものと予想されている。その後の調査で、フェアリングの片方は打ち上げ後216秒で、正常に分離したが、もう片方は264秒後に分離したため2段目の重心がずれ、目標軌道を外れたことが分かった。この失敗に対し、ハンド間では、責任の所在について調査が行われた。韓国の金重県。 キム・ジュンヒョン教育科学技術部第二次会は失敗責任の所在について厳密に言うとフェアリング分離の部分は韓国が担当している。しかしロシアは技術支援を総括的に引き受けたので共同責任を負うと述べている。なお、この時燃え尽きずに残った部品の一部がオーストラリアのダーウィン近郊に落下したが人的被害は報告されていない。 1>, 1号機の失敗を受けて、共同開発したロシアと調査委員会を設け、原因究明の上、2010年6月9日に再打ち上げが予定された。2010年6月7日には、ラロー宇宙センターに勤めている、ロシア人技術者が同月5日に、不山市内で自殺を図っていたことが発覚している。二号機の発射準備によるストレスで狂気で、自分の腹を3回刺し、 血を流して座り込んでいたところを警官に発見され、病院に搬送されて、一命を取り留めていた。ラロー2号機は、前回の姉妹域である、科学技術衛星2号、ストサットマイナス -2B を搭載することとなった。当初の打ち上げ日時は2010年6月9日8時の予定であったが、6月7日に行われた、起立作業で、電気信号の追加点検により、 起立完了が5時間遅れの6月7日21時頃となったため、打ち上げ日時が2日後の6月9日17時に設定し直された。さらに、6月9日13時52分頃に消防設備が誤作動を起こし3カ所のノズルから消火剤が噴出したため、14時2分に発射運用が中止となり、打ち上げは再び延期された。最終的に、 他国の衛星などと干渉しない6月10日17時1分にロケットの打ち上げが行われた。当初、打ち上げは順調に推移していたが、しばらくして通信が途絶。後の調査で発射137秒後の高度 70km 付近で爆発を起こし墜落していたことが判明した。この失敗についても、販路間では責任の所在を調査しているが、 双方の見解は一致していない。韓国政府は2段目に搭載されたカメラ映像から、ロシア担当である1段目の燃焼区間が爆発したものと分している。一方で、ロシア側専門家は、韓国製の2段目が予定時間前に点火したことが爆発の原因とし、責任は韓国側にあるとしている。なお、ロケットの残骸は、統計128度、 北緯30度付近の航海に落下したと推定されている。2号機の失敗を受け韓国側から正確な原因が明らかになり次第3度目の打ち上げの準備に取り掛かると発表された。契約では2回のラローの打ち上げのうち1度でも失敗した場合、ロシア側がもう1回無償でラローの1段目の完成品を製造し韓国側に 無償提供し3回目の打ち上げをすることとなっているが、ロシア側は1号機の打ち上げ時に自らが担当する1段目が正常であればそれ以外の部分が原因で失敗しても成功とみなしており、韓国側は2回目の発射を控える状況で両国の契約の失敗の解釈の相違を争点化させることはきず、3回目の打ち上げは決定されていなかった。 しかし2号機が再度失敗するに至って、後がない韓国側は3度目の発射に向けて、これを争点化させた。当初ロシア側は、韓国側の失敗の原因は、ロシア側にある。という主張を認めておらず、その後の調査でも1段目が原因でないと断言していた。しかも、韓国側は、ロシア側に対して、打ち上げを強要できないため、3号機の打ち上げが行われるか。 不透明な状況が続いた。そのため、韓国側は、3号機の打ち上げを、ロシア側が拒否した場合、契約条項にのっとりクルニチェフ社との契約金2億1、0ドルのうち、1、50万ドルを支払わないと決めた。仮に3号機の打ち上げが行われた場合でも、2度の打ち上げに失敗しているため、契約条項にのっとり契約金のうち2%分を、 ロシアに支払わない可能性があるとしており、また3号機用の1段目に関する費用は、ロシア側が全て負担すべきだと主張した。その後、2010年8月15日に、韓国の報道機関が、2号機の失敗原因は、分かっていないものの、失敗という判定は確定したため、第3次カン共同調査委員会、FRB において3号機の打ち上げ決まった。 打ち上げ時期は決まっていないが、2号機の失敗原因を探り改善された後に決めるため2011年に行うだろう。などと報じた。これに対して、ロシアのクルニチェフ社は、第3次 FRB では、追加打ち上げの可能性について議論しなかった。としており、カリの長高来、直安で発射体研究本部長や韓国、教育科学術部の革新関係者は、 第三次 FRB とは別の会議で、双方の設計、プログラム代表者が3回目の打ち上げについて話し合い、ロシア側が2回目打ち上げの失敗を認め、3回目、打ち上げを進める、可能性に同意した。と、第三次 FRB で追加打ち上げの議論が行われたとする一部報道を訂正して説明した。一方、クルニチェフ社は、 文書の非公開を定めた契約の基本的な精神にのっとり議論の詳細についてはノーコメントの姿勢をとった。このような状況の中、2010年9月20日に韓国の複数の報道機関が2号機の打ち上げ失敗はロシア製の8つある1.2段分離ボルトのうちの1つの欠陥が原因であると韓国航空宇宙研究員が発表。ボルトの一つが誤爆したため、 ロケットが損傷し爆発した。などと報じた。この見解はすでに大田での第3次 FRB で韓国側がロシア側に示していたもので、ロシア側は失敗の原因は2段目にある韓国製のフライトターミネーションシステム FTS 自爆装置の誤作動のため。と反論、これに対し韓国側は9月の第3週に行われたモスクワでの実況儀で2号機は 問題発生後1秒後に爆発したが、FTS が原因ならば、すぐに爆発するはずだ。と反論したという。しかし、韓国の航空宇宙研究員と教育科学技術部は、このような失敗原因を断定する報道に対して、ボルトの欠陥は可能性の一つであり、失敗の原因は調査中である。と訂正して説明した。韓国の企画財政部は20日。 第10回ロシア、韓国経済科学技術共同委員会において、3号機の打ち上げについて協力を続けていくことで合意した。そして、2010年10月21日に、韓国航空宇宙研究員とロシアのクルニチェフ社との間で、3号機の打ち上げに向けた文書の公式署名がなされた。契約時に費用が反映されているため、韓国側の新たな負担はなく、 打ち上げは2011年末か2012年始め頃になるとされた。ところが2011年1月24日から27日にかけてロシアで開かれた第 4GFR でも2号機の失敗原因についての両国の主張が第 3GFRB から変わらず合意に至らなかったため打ち上げは2012年第2四半期以降に延期された。なお、 3号機の1段目ロケットの製造費をロシア側が負担することが2011年2月7日までに決まっている。2011年6月9日に韓国の国防科学研究所と大学の韓国人専門家17人からなる狩りから独立したなゴ号発射調査委員会が2号機は自爆装置が不適切に作動して墜落したというロシア側の主張にする意見を狩りに伝え 彼はこの主張に反発していたことが報道された。これまでの4回にわたる、カン共同調査委員会、FRB でも失敗原因についての合意に至らなかったため、同年7月27日から29日までに、モスクワで当事者以外が参加した第一次カン共同調査団、FGO、10月18日から19日までソウルで、第二次カン共同調査団を開いて、 改めて原因究明を図ったが、またもや結論は得られず、失敗の原因となった可能性のあるすべての箇所を改善して3号機打ち上がることになった。打ち上げ予定は2012年8月から9月になった。そして、2011年12月14日から16日までに開かれた、路間の技術協議会議において、3号機についての打ち上げ予定月と、 技術的概要が決定された。打ち上げ予定は2012年10月に設定され、フェアリングはあらかじめ地上で分離試験を実施したものを使用し、分離システムを低電圧のものに換装する。分離試験時の火薬の爆破で、フェアリングに損傷を起こす可能性があるという理由で、これまでは試験未実施のものを使用していた。また、火薬を削除し、低電圧のシステムに換装することで、 フライトターミネーションシステム FTS 自爆装置の機能を無効化することにした。2012年10月26日の15時30分に打ち上げ予定であったが、打ち上げ当日の午前中に、ロシア人技術者が圧力によって第一弾のバルブを調節する役目を持つヘリウムガスを第一弾ロケットに注入していたところ、タンクの圧力が上がらないことが判明。 発射装置と第一弾の接続部位のシーリング、ゴムリングからヘリウムガスが漏えいしていることが判明した。漏えいの原因はゴムリングの破損であり、ロケットは組み立て棟に戻されて打ち上げは延期となった。当初はゴムリングそのものの欠陥が疑われていたが、調査の結果、接続部位、アダプタブロックの発射装置側とロケット側の誤差が ゴムリングの破損の原因であることが判明し、11月5日にこの事実が発表された。11月17日に新しいアダプタブロックがロシアから韓国に到着し、11月22日に韓国教育科学技術省は打ち上げ日を11月29日に再設定したことを発表した。11月29日16時が再設定された。 発射予定時刻であったが、打ち上げ、約16分前の点検中に、フランス製の第二弾水力方向制御装置、TVC の電流異常が検出され、打ち上げは再度延期された。2012年11月30日韓国、航空宇宙研究院は、宇宙ロケット、ラロー、号二段目の点検に時間がかかり、当初期限に定めていた12月5日までの打ち上げは、 難しいと発表した。2013年1月30日16時に打ち上げられ衛星の軌道投入に成功した。ラローによる人工衛星の打ち上げを成功させることでイランに着く10番目の人工衛星発射成功国になると主張していた韓国ではマスメディアが韓国の宇宙開発の国際的地位に対して10ロケット開発国 十大宇宙クラブなどと主張する報道を盛んに行っていた。しかし、2012年12月12日に北朝鮮が銀河3号により、光明星3号2号機の軌道投入に成功して、ダローの打ち上げ失敗と延期で、未だに成功していなかった韓国に先んじて衛星、打ち上げ成功国になったことで、韓国国内では屈辱感が満ち溢れたと報道されている。ただし、 中央日報は北朝鮮の打ち上げが国際社会の興奮を買っている以上10大ロケット開発国の地位が与えられないと予想される等と報じたこの北朝鮮の成功に対する韓国社会の反応をソ連がアメリカに先んじて世界初の人工衛星スプートニク1号を打ち上げた際の反応にちなみ韓国版スプートニクショックとする報道もあるこの際 韓国のロケット技術は北朝鮮に5年から7年も遅れているとの報道もなされた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。